どうもタブヤンです。今回はメトロクロスやってみたいと思います。このゲームね、レディーゴー、ただただ走ります。メトロクロスのおっさんが走ります。 A ボタンでジャンプ、右ボタンでスピードアップ、カンカンを踏むと時間が止まる。おっと、今のなんかジャンプ台みたいなの飛ばないといけないんじゃないの。おっと、コカ・コーラ缶がペプシ缶かもしれないですけどね。あー、なんか透明になった。なんか飛べないのか、今透明になっております。さあゴールということで、ラウンド1クリア。このゲーム全32面、8ステージありまして、1つのステージが4つのラウンドに分かれてます。そしてね、この残りラウンド 1,2,3 のクリアした残りタイムがラウンド4に加算されるというね、確かそうだった。おっと、久しぶりにプレイするな。もうね、正直そんなルールも知らないぐらいね、子供の時はプレイしてもね、多分2ラウンドぐらいでやられてましたね。これスケボーを乗るとね、このあっちゃー、踏まれてる恥ずかしい、無言になるな。スケボー、おっとー、やっちゃう。このなんか遅くなるタイルとかが関係なくなるんだよね。あー、ダメ、7秒しかない。やばい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 、やめて。クリアしたいクリアしたいクリアしたい。おー、残り2秒、貯金が全然できず、ラウンド2クリア。え、ダメなの？ OK だよね。そしてラウンド3、ここはクリアしたいな。ラウンド3、おお、ジャンプ台連続、連続ジャンプ。おっと、ちょっちょっちょっ、どこにジャンプ、あーあー、どこにジャンプ台があるか、ちょっとこれ覚えゲームですよね。あー、これジャンプ連続、これは覚えないと難しいんじゃない？よし、とりあえず、もう感覚で、あー、なんでしょう、反応してね、上下にどっちにあるか。あ、もう時間がない、もう時間がないの。パックマン出たよ、なんかパックマン出たけど、パックマン出たけど、どうだ。オッケー、残り2秒でクリア。いやー、久しぶり、何十年ぶりかのプレイでねえ、ここまでいけたら大人になったね、私状況を読めるようになったよね。さあ、長く生きてきた人生でね、なんかわからないけどタイムが、あー、やばい、あー、捕まった捕まった。なんだこのキューブ、なにこれ。うわー、全然だ。おー、はまってる。カンカン踏むとタイムストップ。 OK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 。 スケボーとかないのかな。あーっと、カンカン踏んだ、よし、なんか踏んだ、なんか踏んだ。あー、スケボー欲しかったー、ちょっとーなーにこのタイヤ。あー、いらんとこ行った、いらんとこ行った。やばい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 、カンカン踏め、カンカン踏め。うわー、どうなの、時間、時間どうなの。あー、全然ダメだ。あー、時間が、あ、もう残りタイム、あとは貯金だけ、貯金だけみたいですね。スケボー、あー、ここでもスケボー取れない、これはもう致命的だ。9秒7秒、よーし、クリアできた、やった。いや、出来が悪かったけど貯金でなんとかできました。ラウンド4クリア。いや、疲れたね。ラウンド5、ここからまた新しいステージが始まるってことですね。仕組みなんだ。あーっと、え、何今の、隠しジャンプ台か、今のどういうことだろうね。カンカン踏みたい、カンカン踏みたい、カンカン踏みたい、よし。おー、なんか取りました、アイテム、隠れアイテム。これね、隠れアイテムいいんだけど、その間ジャンプできないんだよね。あー、なんか捕まった、ネズミに捕まった。よし、真ん中空いてる、真ん中空いてる。
うわー、こけるねー。あー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 あああ、すっ転んでもうた。あーあーあー、これラウンド1とかは貯金しとかないといけないんじゃないの。貯金どころかクリアが危ぶまれてるよ。クリアが危ぶまれてる。おー、5秒か。だって最初のラウンド1とか10秒とか貯金してたよね。これはやばいな。いや、スピーディーですね、このゲーム。ラウンド6。ゴー。1分か。めっちゃ長くない？下の。あのね、皆さん、下のゲージがエリアの長さみたいなんですよね。あ、これ全然ダメだ。どうすんの？何にもないじゃん。隠しアイテムとかあんのかな？ちょっとちょっと。うわ。もう目では追えない速さで、カンカンが。あー、スケボーあの位置かー。おお、コカ・コーラがめっちゃ速くなってるやん。ちょっと、うーわ、ジャンプで避けられないスピードですよこれ。うーわ、これ体で覚えないと無理じゃね。何にもない、何にもない。うわー、ちょ、うわー、ちょ、うちゅ、あ、ジャンプしたい、ロングジャンプしたかった、今7秒。あー、もう4秒。あー、やばい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 。あー、ダメか。どうなる。あ、一気でゲームオーバーなんだ。ということで、メトロクロスでしたと言いたいけど、 A ボタンを押しながらスタートで、コンティニューができるんですよね。ただしね、ステージの最初からなんですよね。ということで、第2ステージの最初からいきたいと思います。これちょっと貯金貯金。ほっほっ、なんか色の違うやつ、カンカンね。これ覚えないと。あー、ね、これネズミ絶対無理なんじゃないの。なんなのこれ、どうしたらいいのこれ。取った方がいいよね、一回こけて。ネズミ、なんか何かがダメなんじゃない、ネズミ。もう覚えてないわ、さっきの。一回走ったぐらいでは覚えられないですよ。うしうし、カンカン。あー、もう時間ない。うっそ、こんな難しかった、さっき。4秒か、さっき3秒ぐらいだったよね。全然変わらない。難しい。最高記録目指しましょう。ラウンド6いくぞ。どんなんだったかな。攻略本欲しいな、このゲーム。お、ちょ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 、あー、ジャンプ台の位置とか覚えないとね、自分で。上上に行ってのジャンプ台。あー、スケボーがした、ケボーがした。スピード速いコカ・コーラが来る。うわー、来る。お、こけなかったよ。あー、へこまされた。ちょっと足ね、引っ掛けるぐらいだったらいいけど。どうなるんだったっけ、忘れたぞ。あー、これ、おーっと、飛びた。よっしゃ、飛べた。いいよ、今のいいよ。いやー、きつい。時間ない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 。どうだ、まだゴール、まだ。あ、5秒。あ、もうダメだ、全然届かねえじゃん。めっちゃ難しいね、このゲーム。ということで、ラウンド5は飛ばしましょう。戻し作業したいと思います。まさかのラウンド5で戻せないという。もう一回もう一回。
全然届かねー。もう一回だけ挑戦しよう。もう5面はね、全然クリアできるようになったんですけどね。ギリギリだけど。あれ、そんなこと言ってるとこうなっちゃうのか。あー、ダメだ、これダメだ、やり直しだね、これ。緊張に弱いのかな私。これネズミなんなんだろうね。一回つけたまま行こうかな。ダメだもう一回もう一回、ごめんでやられるとは。どうして？さあ、最後の1回勝負いきたいと思います。なんかね、スケボーの裏技的なねテクニックあったと思うんですよね。あのスケボーをね、ラインに合わせて進むと、もうずっとスケボーに乗ってられるっていう技ね。あれがね、何度かチャレンジしたんですけどできないんだよね。あー、ダメだ、こけてる場合じゃないんだよね。おっちょっちょっちょー、ここですよ、スケボーのラインに合わせて。これスケボー止まれるんだね。あー、ダメだ、くー、もうダメだ。最後まで諦めず行こう。メトロクロス難しい。体で覚えゲーですね。反射神経のゲームかな。いや、覚えゲーですよね。覚えゲーなんだけどね、ある程度以上の反射神経はいりますよ、これ。くわー、きつい。これはもう、10代の若者にプレイしてほしいよね。ダメだ、こりゃビリビリ。おじさん、裸になってんのかな、最後。ということで、1986年、発売のファミコンソフト、ナムコさんのメトロクロスでした。反射神経にね、自信のある勇者は、ぜひ、プレイしてみてください。全32ラウンドですからね。あの、コンティニューはね、その、1ステージごとに、A ボタンを押しながら、スタート押せば、できますからね。よかったら、やってみてください。それではまた、さよなら。